みんな、げ元気、ゆきこみなるです。ということで、今回、ラジオ初心者さん、復帰向けの動画となっております。ということで、はい、まあ、こういった動画も撮ってみるのもいいかなと思いまして、今回撮っております。ということで、今回なんですけど、過去の配布どうやって手に入れるんですかみたいな形かと思います。まあ、一部ですね、一部、過去の配布が、まあ、何度もですね、追加されてはいるっちゃいるんですよ。まあ、ただ最新のやつとか、まあ、その前のやつとか、まあ、そういった形には出ないんですけど、まあ、ある程度は、できますという形で、交換所っていうところを言っていただき、女神メダル交換所というところがあります。ここにね、全部、初期から順に並んでおりますということで、まあ、結構ねたくさんあるっちゃあるんですけど、まあ去年の夏あたりまでかな、まあだいたいそれぐらいは入っているという形なので、まあ持ってないキャラがいたら、まあ、入手するといいかと思います。まあ後々ね、後々エリスメダルとか悪質メダルって使わない形になるんですよ。もう全部女神交換所のね武器とかを交換してしまうと、正直いらないって形になって、結構溜まっていくちゃ溜まっていくんですよね。自分としても結構溜まっている部分があって、正直ですね、これどうしようみたいな形ではあるんだけど、まあ今のところはそこまでね、境界師第2位ね、交換してもみたいな形ではあるかなと思います。まあ自分はずっと、初期からやっているので、全部持ってるじゃ持ってるんですけどね、まあ結構ですね、まあ使えたりとかはするっちゃするんだけど、まあそこまで、使えるかっていうと、まあ、難しいところではあるのかなとは思います。はい、結構ねたくさんね、いいイラストではあるっちゃあるんですけどね、難しいところなんですよね。で、今回紹介するのはこちらの謎の冒険者カズマですね。仕方ないだろう、こいつらをまとめられるのはどうせ俺だけなんだから。まあ、こちら唯一の星4となっておりますので、まあ、初心者さんに とっては、まあ、カズマさんのね、やつしかありませんけど、まあ、ゲットするのもいいのではないでしょうか。まあ、サブとしてね、使わってもいいかと思いますので、まあ、もしね、カズマがね、活躍する際は使ってみてもいいかと思います。サブとして。まあ、コラボキャラクターとかそういったのはね、範囲外というかね、入っておりませんけど、まあいろんなイラストがあるので、気になったイラストはゲットしてみてもいいかと思いますね。はい、ってことで以上となります。ということで、まあこういった動画もね撮っていきたいなと思いますし、皆様のね要望とかそういったのも答えていきたいなと思いますので、ぜひコメント欄にね、書いていただけると、まあその要望というか、まあ皆様の質問に答えていくような動画もね、ちょくちょく上げていきたいなと思っておりますので、気軽に、コメントに書いていただけるとありがたいなと思います。ということで以上となります。